林陽子です。今からリボンヘアでまとめるアップスタイルを作っていきたいと思います。まずはこちら側から少し中央より塗って髪の毛を持ってきて、表編みでこの辺まで編み込んでいきたいと思います。この辺からは普通に三つ編みしちゃいます。少し緩めにしたいんですが、もともと緩く編んでるので、まあ、ちょっとだけルーズにふわりさせて、これぐらいかな。ちょっとこう浮き上がるぐらいがちょうどいいと思います。今からリボンを作る場所に固めの大きめのゴムでしっかりと縛っていきます。この辺ですかね。そして最後ここを少し残した状態で、こんな感じです。2つに分けて横に引っ張ってこんな感じにします。こういうくるりんぱに使いやすいアイテムが雑貨屋さんに売ってるので、これを使っていきます。これであとはピンでここを固定して、 U ピンを3箇所ぐらい刺して、
と下飛び出してるところはこれもピンでどっか差し込んで固定しちゃいます。あとリボンの形を好みで整えて、これで完成です。